こんにちは、土の子です。さあモンストね、1日1回オールスター感謝ガチャ、またね今年もやってきましたね。公式チャンネル2億回再生ダブル達成記念、すげえ。星6キャラが1体確定、まあここで引くべきでしょう。僕オーブね145個あります。これ明日明後日の期間中に5個手に入るかな。ただちょっとね、運動集会とかちょっとイベントとかね、全然モンストできてないんですよね今ね。今メインでやってんのがパズドラと FGO とあとクラロワちょっとやるゲーム多すぎてね、モンストまでね手が回ってない状態でもね、オールスター感謝ガチャね星6確定だからやっぱりここで引いとかないと。ちなみにね FGO では、予備符っていうねガチャ1回券みたいなやつで、星5のねモードレット、これFGO をやってる人にはおおって思うんじゃないかな。お金出ましたね。ちなみにこの星5キャラ、出現率 1% ですから、100分の1をドンピシャで引いた、引きましたね。今僕の編成はまあこんな感じ。 FGO はねまだまだまったりって感じで、無課金でね、ガチャも全然引かずにやってますが、星5はね前にカルナさんが出てきましたね。で今ついさっきモードレットさんが出たと。はい、クラロワも、ちょこっとやってますね。クランに入ってね2453です、今トロフィーが。これもね動画にしてませんが、ちょいちょい楽しんでねやってます。クラロワみんなやってる人いるかな。さあそれじゃあ FGO でね神引きを引いた後のオールスター感謝ガチャやっていきましょう。まず1日目、いくぜ。ででん、さあ何が出るんだい。星6確定来い。どうでしょう、何が来るんだ。止まってほしいね。でもそんなに僕持ってないから、どうでしょうか。ちゃんちゃん、お、これか。でん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 、え、これ星4じゃね。え、あ、なに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 こんな演出あんの。うわ、びっくり。さあ、お、どうだ。ここ、え、これ誰だ。あ、星5やべえ、名前が分かんなかった今の。はっはっはー、はい、曹操の進化系ですね。乱世の勧誘と呼ばれしゆえ知るがよい。アンチ16バリアの反射の木貴族性キラーと、進化の方が使いやすそうですね、神化と比べても。さあ他には桜木イブ、桜木イブも進化がね悪くなさそう。ホーミング持ちですね、ホーミング持ちの飛行のアンチダメージボールと。さあ残りのねルリはマインスイーパーですね。これは神化させるとアンチワープになるのかな。マインスイーパーかアンチワープにするかみたいな感じだね。ということで星5キャラ3体出ましたけど、出てきたキャラ自体はまあそこまでいいものじゃないかなという感じですね。確定の星6キャラは早々でした。はい、みんなはどうだったでしょうか。オーブに余裕があればね、また明日か明後日も引いてみたいと思います。それでは土の子でした。